迷惑行為が相次ぎ一部が閉鎖された札幌の地下鉄大通駅の地下広場で北側の休憩スペースの閉鎖が今朝解除されました。大通駅の地下広場にある休憩スペースは飲酒などのトラブルが相次いだこととナタを持った男が暴れる事件もあり4月から一部が閉鎖されていました。札幌市は北側の休憩スペースについて迷惑行為がある程度改善したことや閉鎖されていないベンチの利用者が多かったことから今朝閉鎖を解除しました。一休みしてからまた次のところに行くのに私は重宝させていただいてます。つろいでいたりですね、楽しい場所になっていただくような形でですねルールを守っていただきたいなと。一方で南側のスペースは椅子とテーブルの形が違うため長時間の利用が想定され今後も迷惑行為の発生が懸念されるとして近日中にすべての椅子とテーブルを撤去する方針です。札幌市は引き続き飲酒や喫煙、大声を禁止し警備を強化するとしています。